さあ続いては有吉のそれわかるです。誰にどんないじめられ方をされたいのか有吉さんがわかるわからないで判定していきます。いじめられ方って言うかおかしいんじゃないか。そうですね、まあ俺の好きなシチュエーションいいよ。だから壁ドンが好きですみたいなことをやってることだからな。そうですね、壁ドンっていいよね、わかるっていうコーナーだから。そんなに爽やかなの一個も来ないですけどね。そういうことで。でもそうよ、まあ要はそうですね、いじめられ付き方って言うからおかしいんだけど。はいわかる、はい、俺の理想のシチュエーションよ。それがまあちょっといじめ用だったっていうね。いじられより至ったっていうね。ラジオネーム岡目納豆。僕はシャラポワ選手にケツをラケットでバシバシ叩かれながら、試合中さながらの絶叫を聞きながら、二人で全英オープンを目指したい。いやちょっといまいちだな。昔のシャラポワならいいけど、今ちょっとやっぱロシアの人だからちょっと老けるのが早くてさ、老け方が早いのやっぱな、外国の人ってな。そうですね、ちょっと今無理です。ダメですか。大きなおばさんだから。大きなおばさんですね。大きなおばさんダメだよ、ね、確かに。ラジオネームマザーズミルク。カーリングの本橋麻里さんに股間を思いっきりブラシで擦られた後、勢いよくストーンをぶつけられたい。ちょっと寒いかな。いやカーリングは寒いですよ。ブラシ、ブラシはどう。ちょっと難しいかな。難しいですか。ラジオに希望の船。相武咲ちゃんのションベンが詰まった水風船を室星浩二さんが全力で投擲し、それをゼロ距離で顔面に当てられたいです。ちょっと違うな。ちょっと違う。なん、いや凝りすぎてんじゃないかな、その。ああ、いや相武咲ちゃんにションベンをかけられたい。いやすげえなそれ。わかるーが出ますけどね。そんなストレートだったら。いやわかるじゃねえんすよ俺。なんかどんなラジオですかそれ。いや壁ドンと一緒だっつんだから。もうわかんなくなってきた。なんでだよ。壁ドンと相武咲のションベン引っ掛けられるのが同じなんですね。アイションじゃん。アイション。ああ、相武咲のションベン、相性が。いやいや、流行んない。壁ドン、流行んないっすよ。流行んないけど、いや、一緒だろっつってんの。まあまあ、壁ドンも相性も。まあまあ、有吉さんの金銭には多分そのね、そこは一緒なんでしょう。そういうコーナーです。辻君、ね、ずっともうそうだ、そうだっつってんの、俺。俺の支持者だよ。いや、違いますよ。本当に。頭ぶんぶん振ってますよ。こんなコーナーが終わんないの、辻君が気に入ってるからね。バレてますよ。辻さん、バレてますよ。ラジオで不要義務。バレエの中田久美さんにパンツおろさんかいと一喝された後、俺の金玉をトスされて中国の老兵に思いっきりスパイクされたい。いやだよな、俺大きなおばさんダメだって。大きなおばさんダメよ、そうですね。古いしね。古いしね。うん、ね、え確かに。まああげるけどね。パン。大丈夫。チェーンギャング。結城真央ちゃんに手足を縛られチンコをしごかれ、あ行ったら全財産没収ねと脅される。こっちもババア相手に行くわけねえだろと強気に出るも、3秒で行ってしまい、全財産1万2000円渡したい。それ風俗じゃん。全財産1万2000円っていい値段だったな。まあまあ正当なそれ代だろう。迷路会見。惜しい。俺も最近ハードル上がってっから、はいはい、そうそう分かんないよ、ま、悪いけど難しいっすね。なかなか聞けないよお前らみんな。俺の分かるわ。分かるです、ね、ラジオネームオキボンス。ジュディ・ヨングさんに全裸で私の目の前に立てと命令され、見せられてのサビを歌いながら俺の玉袋の両端をつまんでゆっくり持ち上げてほしいです。古いんだよ、なんか全部ちょっと。なんか今日古いですね。ちょっと古い。俺そんなおばさんねえから、うん、ラジオね。夜ギアの夜行性。水川あさみさんにひたすらなんでやねんって言われながら、チンコを小麦粉、溶き卵、パン粉の順番に菜箸で雑に浸されて180度の油でカラッと揚げられたいです。おー、わかるー。え、
出ましたね。あ、何この空気。いや、ほんと分かるってちゃんと言ってもらえない。ダメな若手みたいな。え、何この空気。言っちゃダメなんですよ。言っちゃダメなんですよ。いや、油は、ね。はい、油はもうとどめだけど、はい。水川あさみちゃんに小麦粉、溶き卵、パン粉の順番で菜箸で、はい。やられるっていうのいいよね。いいよね。なんでやねんって、水川さんが言ってる意味がわかんないですけどね。自分でやっといてなんでやねんってね。うん。万劇の巨人。ミギーに、天下を持たせて、ものすごいスピードで手こきされたいよ。うん、俺ないんだよな。化け物に、化け物に抜かれる願望。いや、あんまないですよ、それは。普通ないですよ。そこまでいかないですもん、発想が。10年希望の船。真冬のゲレンデにて、広瀬香美さんに、あなたのチンコをゲレンデフェイスにしてあげるわと言われ、雪の塊を何度もチンコにぶつけられ、チンコがカチカチに凍ったところで、上空から大ジャンプしてきた高梨沙羅ちゃんに、チンコを踏みつぶされたいです。いや、ないのよ。だから俺、おばさん。もう出てきただけだよ、ね。高梨沙羅ちゃん若すぎる。若すぎますね。ダメ。ダメですか。おばさんと若い人のもスープラトン攻撃なし。なし。俺の中ではね。あ、そうですか、うん。ラジオネームデビッドユーちゃん。半年かけて作った2万個のドミノが完成間近のところで注意が足りず、それを全部倒してしまった鈴木奈々の顔面にフライパンを叩きつけた後、ドミノとは全然関係なく、武井絵美ちゃんにビンタされたい。いやー、関連性ないと燃えないね。あー、ストーリーが繋がってないと。ちょっとは。なんか、どんな理由でもいいから、はい、ビンタされたいね。え？じゃあもう最初の部分いらないってことですか？あとお前これちょっとあれだったの、はい、なんか、はいはいはい、桜井くんとやってるさ、はい、いや番組あんのよ、危ない夜会っていう、はいはいはい、そこにさ、このラジオの音源がさ使われたら知ってる？あ、みたいですね。話題になってましたね。武井絵美ちゃんのこと言ってる、はい、武井絵美ちゃんがゲストの時に、はい、このラジオで武井絵美ちゃんの二の腕が、はい、太くて若くて興奮しちゃったとかいうのが使われてたんだよ、はい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 、あれ結構知らない？知らない、勝手に使ってたのかな、ね、勝手に使ってたんだし、俺もうすげえ腹立つな。俺このラジオの存在さ、ええ、地上波なんかで言いたくねえからさ。いや流れてるんですよ。いや、なんなのと思ってさ、まあ、これ辻君とかなんか貸したのかと思って、はいはいはい、知らないんだったらじゃあもうラジオさ、って YouTube から撮ってきてんじゃないあれ。あら、いやもうびっくり、腹立っちゃってびっくりですよ。あのラジオのノリが分かんない人がさ、ラジオのこと言ってくるのが一番嫌な俺。そうですか、いますか。そうだ、もうだからもう二度ともう勘弁してもらおうと思って、このラジオで今のでもそうじゃなくて、はい、だって誰のライブ先ちゃんのおしっこ飲みたいっていうのさ、いやそれはライブ先ちゃんのゲスト来た時そんなもん流されたらさ、いや本当に大問題だね。いやもうこれ大問題流れてますけどね。すげえ、そこだけ切り取られなきゃいいんだよ、ね、そうなんですよね。前編通して、いやそこだけ切り取らなくて前編通しても結構危ないですけどね。いやあれじゃあもう勝手に使ったんだな、ひどい話だな。あーびっくりですね。ラジオネームナスビマン、キアヌ・リーブスにガンガンケツを攻められた後、ケツから出る血をインクに能年レナちゃんに可愛い消防車の絵を描いてもらいたい。わかるかな。うん、わかる。いただきました。以上。